おはようございます。本日8月9日金曜日の今9時半ぐらいですね、とあるショップに向かってます。ちいちゃんは家にお留守番してもらって、向かってるところがですね、今日からセールが始まるっていうことで10時開店なんで、開店前に着けばいいなと思ってるんですけど、初めてそこのセールに、お店に行くので、ちょっとまずあと着いたら続きは着いたら。あれ意外に渋滞してんな。そっか、まだお盆休みじゃないから。もうサムネとかタイトルで分かってると思いますけど、セカストです。セカストのセール、オンラインじゃなくて、この間オンラインのセールはあったのかな、オンラインじゃなくて今日から店舗限定のセールがあるらしく、確かね1100円より安いやつは 50% オフで、それより高いやつは 20% オフだっけかな。もともとお買い得なセカストから 20% とかお得になるっていうのがまあ嬉しいっていうのと、たまたま数日前にそこのセカストを覗いてみたんですよ。たまたま親っていうのがあって、危うくまあ買いそうになったんだけど、もうお店の前に出てたの、金曜日からセール始まりますよって。だからこいつはワンチャンセールまで残ってる可能性あるかなと思って、その可能性にかけてます。実は今一個セカスト通り過ぎてきたのね。いつもは今通り過ぎてきたセカスト、割と家の近くだから寄ってるんだけど、今向かってるのは普段は行かない結構仙台の郊外みたいなところで、ほんとたまたま3日前くらいに立ち寄ってみたっていう、その偶然を運命だと思って向かっております。ちょっと動き出したね、間に合うかも。はい、ここね宮城県の富谷っていうところです。でセカンドストリート富谷店が見えてきた左側に、今開店3分前に、到着いたしましたが、行列とかできてんのかな。彼ら少年たちがいるけど、この少年たちは並んでんのかな。一応俺のライバルになるのかな。セカストのセールにこんな命かけてんの俺だけなんでしょうか。でも何人か車で待機してる人もいるのかな。負けないぞ。さあどうなりますか。結果はこの後すぐ。しーちゃんただいまということで、無事ゲットしてまいりました。っていうかこれはね違うよ、これはセカストでゲットしたんじゃなくて、名古屋のフィートでネットでポチったやつなんですけど、私が今セカストのセールで無事ゲットしてきたのが、はい、こちらスウェットシャツですね。もう最近スウェットシャツのことしか頭にないんですけど、主にヴィンテージスウェットのこと考えていつもネットで調べてるんですが、これはまあヴィンテージスウェットとは言えないのかな。チャンピオンのトリコタグなんで80年代。80年代ってどうなんですか、ヴィンテージスウェットなんですか、ちょっとわかんないんですが、とりあえず、トリコタグ80年代の、もうなんかかすれて読めねえんだけど、多分 50% ポリエステル 50% コットンのメイドイン USA で、フラットシームっていうんですかね、この4本針で縫われてるから内側が平らで体に当たらないっていうねやつでしょ。この辺がヴィンテージっぽいなんてことをね、覚えたばっかりの言葉を使ってますけれども、でもってこれね L サイズなんですよ。一応うっすらだけどラージって書いてあるんだよな。でラージなんだけど、もうこれ見るからに、まあ、ちっちゃいやね。リバースウィーブとはやっぱ違うんだね。普通のチャンピオンの80年代のやつはもう選択されまくってこんだけ縮んでるという。で、このね、縮んでるコンパクトな感じがとにかく今私の好みだったんですよ。ヴィンテージと言えるかどうかは知らんけど、そのサイズ感で着れそうだなと思ったんだけど、実はお店では試着してないのよ。3日前にこれいいんじゃねと思った時も汗だくだったし、 T シャツで、で今日も車降りてお店に入る間に汗ばんできちゃうからさ、なんかちょっとその上からスウェット着るの申し訳ないなと思って、このぐらい当てたぐらいにして、まあまあまあ
大丈夫なんじゃないかなと思いますけど、後で来てみますね。で、3日前お店入ってバーっと、まあ時間ない中見て、あっと思ったのがこの生地のクタクタ感ね、このクタッとしたやつが、これはもしかしてと思ってこう出してみて、トリコタグじゃねえみたいになって、改めてこう見るじゃないですか、どういうプリントなのかっていう。で、このプリントがね、最高にかっこいい、気に入ったんですよ。なんかシンプルだけどインパクトありますよねなんて言いつつ、ごめんなさい、あのこっからはなんかね怒られるかもしれないなと思うんですけど、いい加減、私ほんとスポーツのこと興味ないんで、ベアーズって書いてあるけどどういう意味と思って、さすがにネットで調べましたよ。で、そしたらなんかシカゴベアーズ NFL すごい人気のチームなんでしょ、そこのやつだってことが分かったんだけど、自分でもどうかなって思うのは、俺バンティーとかさすごい着るけど、自分の好きなバンドの T シャツしか着たくないんですよ。で、今バンティーがすごく人気で、その曲を聴いたことない人が着てるのを見るといかがなものかって思うタイプの人間なのね。そんな人間がどこのベアーズとかさ NFL って何みたいに思ってる人間がこれを着るっていうことの申し訳なさがすごくあるので、せめてちょっと勉強していこうとは思うんですが、それを考えると、そのバンティーをその面がかっこいいっていうことだけで着ているっていうことを、そういった人たちをもうどんどん認めていかなきゃいけないなっていう気持ちもあるんですが、まあいろんな楽しみ方があってもいいとは思うんですけど、はい、というわけで着てみました。セカストで買った80年代トリコタグのチャンピオンのリバースリーブじゃないスウェット、これこれ、このサイズ感っていう、袖丈が足んないし、裾もねこう T シャツがいい感じにビローンとはみ出してる、これがまあ個人的に今やりたい、一番やりたい格好なんですよ。ちっちゃければ何でもいいってわけじゃなくて、まあもともと L サイズが袖縮んで丈縮んで、でもね身幅はちゃんとあるっていう、ここがポイントですよね、このボックスシルエットっていうんですか。で、かつこの生地のほんとヨレッとしたヨレヨレ感ね、私はまあそういう加工された服をね、マルジェラでもバレンシアガでもたっけえ金出してさ、このクタッと感がたまらねえとか言ってたよ、そういうなんかウォッシュ加工って最高だねなんて言ってたけど、やっぱリアル古着またちょっとさらに柔らかいソフトな感じするし、お値段が全然違うって、まあ物によってはね、ヴィンテージスウェットの方がバレンシアガより高い場合もあるからね、今もう値段はちょっとよく分かんなくなってきてるんだけど、あとはそうね、あのダメージがね、まあ特にそんなないんだけど、まあ強いて言えばここかな、ここ一箇所かな、ちょっとね分かります、穴開いてるね、ここぐらいかな。だからまあ80年代のスウェットにしてはまあコンディションいい方じゃない。で、お値段だ、言ってなかったよね、お値段いくらだと思いますか、トリコタグチャンピオン80年代のこのコンディション。セカンドストリート仙台の富屋店っていうところで、こちらが定価が6900円って書いてあるけど、税込みだと7590円、それが 20% オフで6000飛んで72円、6000円、どうなんですか、ちょっと相場がよくわからないんだけど、スウェットね、ヴィンテージのスウェット、古着のスウェットの相場ってさ、まあ、80年代のトリコタグのチャンピオンがいくらとかって一概に言えないじゃん。同じ80年代トリコタグでもこの色だとこのぐらいとか、フェード感がこのぐらいだとこのぐらいしちゃうとかさ、一概に相場がいくらとかは言えないからわからないとは思うんだけど、これ6000円だったら、私はこれをゲットできたっていうことで、今日という日は最高の一日だったなっていう気持ちで過ごしております。はい、ということで地味に大勝利だったんじゃないかなと思っておりますが、どうですか皆さんは、セカストの今回のセールで何か買いました？古着屋さん、あのヴィンテージとかずらっと揃った古着屋さんに行って色々教えてもらうのも勉強になるし、こういうなんかリサイクル系のショップとかって、まあ、教えてはもらえないから、逆に自分でわからないこと調べるじゃないですか、このベアーズ、シカゴベアーズのこととか、それはそれでね、やっぱ自分で調べるっていうことも勉強になるし、ちなみにセカストのセールね、これ多分衣料品だけなんですね、今回衣料品のセールが8月18日まで
オンラインじゃなくて店舗でやってるみたいです。もし気になってる方、お近くにセカストがある方は覗いてみてはいかがでしょうか。ってことで、しーちゃん、俺もうちょっと他のセカストも見ていきたいから留守番よろしくね。ヒーリー